ゆずソフト。天使創造リブート。夏が近づき、本格的に暑くなってきていますので、体調の管理にはご注意ください。あら、起きた？ああ、そうそう。あまねのこともお願いね。あの子、放っておいたらお昼過ぎても起きないんだから。そんな嫌そうな顔しない。兄として妹の面倒くらい見なさい。お兄だけ？お母さんは？そっか。え。眠い。おかずは何？卵焼きも食べたい。自分で作ってたら出る準備できないし、遅刻しちゃうし。かわいい妹のお願い、お兄ちゃん。なんだその反応。かわいい妹が猫なで声で媚び売ってるのに舌打ちってのはどうなのよ。傷ついた。妹、大変傷つきました。謝罪として出来たての卵焼きを要求します。やったー！さすがお兄ちゃん、大好き！ザーコザーコ！あまねちゃん、お兄さんがいたんだ。まあ一応。三国沙莉と言います。あまねちゃんと同じクラスで、1の A です。はじめまして。それってネタだよね。今作ったネタだよね、絶対。マジなんだな、これが。持ってないからね、これ。にわかには信じがたい。でも事実なんだよ。そうそう。うちも一緒にいたしね。見た瞬間、うち大爆笑。撮れたら面白そう。ん？谷風くん、おはようっす。よーっす。よすよすー。はーい、授業を始めまーす。テスト近いんだから、真面目に聞かないと損するよ。安心してくれ。僕が守る。それが僕の使命だ。こちらを。僕を見て。君はそのまま。動かないままでいいから。じゃあ、失礼するね。うん。これでもう大丈夫だ。さあ起きないと。怒られても知らないよ。谷風くん、はぁ？天使じゃなくてごめんなさいね。ピエン、ピエン、ピエン、普通に使ってたんだけど、なんで誰も言ってくれないの？ただいまー。はぁ、あつー。アイスアイスー。あれ、真っ暗？おにぃ？おにぃ、いないの？もう、おにぃってば遅くなるなら連絡くらいしといてくれないと、お米洗う。びっくりした。ただいま。何？どうしたの？明かりもつけないで。マジで何？どうしたの？なんかしょぼくれちゃってるけど。は？それは聞こえた。何が立たなくなったの？は？そっか、おにぃ立たなくなっちゃったんだ。それってやっぱり辛いことなんだよね。その男の人にとっては。そんなに悩んでるなら私が手伝ってあげようか。苦しむお兄がかわいそうで見てられないから。だから、私が手伝ってあげるね。そんなじっと見ないで、目を閉じてよ。本当に恥ずかしいんだからね。お兄ちゃんのバカ。なに？裸を見せてくれるとでも思った？妹相手に何期待しちゃってるの？お兄ちゃんの変態、シスコン、キモい。なのに立たない、おいたわしや兄上。心外、真面目に考えてるよ。でも内容が内容だから私から言えることは少ないし、かといって無言になるのも雰囲気が重いし。しかしそうなると、やっぱリアルな体験とか？そりゃそうだ。となると、新しい刺激。いや、ない、さすがにない。なんでもない。とりあえず元気出そうよ。そういうのって体調だけじゃなくメンタルの影響も大きいんでしょ？落ち込みすぎてトラウマになったらもう完全に負のスパイラルだよ。エロゲの初体験のシーンで似たようなシチュエーションがあったから、緊張でうまく立たなくてみたいな。それ、勃起。バッキってヒロインが手拍子しながら主人公を励ましてた。お、お兄も励ましたらいいのかも。私が励まし役をやってあげるね。お兄ちゃんのちょっといいとこ見てみたい。ちょっといいとこ見てみたい。ゲームでは無事に初体験を遂げてたけど、まあエロゲだし、それくらいできないとエロゲの主人公はやってけないんじゃない？うん、そっか。とにかく考え込むのも一旦やめよ。ご飯しっかり食べて、睡眠たっぷりとって、体を休める。これが一番だよ。天使創造リブート。おはよう。何？元気ないわね。おはよう。あら珍しい。出社前に天音の顔見られるなんて。折りたたみ持っていこうかしら。天気予報晴れだったけど。私だってそういう日もあるでしょ。お父さんは？あの人いつも6時半には家を出るからね。そっか。朝ごはんいつも通りテーブルの上。ご飯は炊飯器だからご自分でどうぞ。はーい。あ、お兄。ほら調子の方はいかがですか？そう。何の話？そう？あ、さて、私はそろそろ行かないと。それじゃあお先、行ってきます。行ってらっしゃい。私、顔洗って着替えてくるね。え？なんで？いや、嬉しいけど、サービスいいね。お。はあ、もう。しょうがないなあ。元気出せ。他に言うべきことがあると思いませんか？なんも分かってねえ。はあ、なんで理解できないかな。妹の優しさが。お兄の悩み解決に役立てばと、妹が体を張ってあげたエロ自撮りだってわかるでしょうが、普通。見つけた。間違いない。あなたね。今の何？耳痛い。声？私が聞いたのはなんか耳鳴りみたいな音だけど。知らない。谷風くん、おはようす。よっすー。よっすよっすー。あれ？それあたしのセリフ。なんか元気ないよね。どうしたの？声に覇気がないというか、しょぼんとしてる？そう？朝だからじゃないの？私も朝はいつも眠くて元気出ないよ。あんたのそれはただの寝不足じゃん。もうちょっと早く寝なよ。わかっちゃいるんだけど、つい U パイプを見ちゃって。この動画見たら寝ようと思っても、次から次に興味深いおすすめ動画が。あと配信者とかって結構遅い時間までやってたりするから。言わんとすることはわかるけどさ。何の話だっけ？だから、谷風くんも U パイプとか見て眠れなくなったんじゃないかなってこと。ああ、そういうことね。へえ、谷風くんは V パイパーとか好きなのかと思ってた。あんたそれ思いっきり偏見だからね。そういうのやめな。そんなんじゃないって。なんかこう、そんな雰囲気っぽいって思っただけで全然悪い意味じゃないからね。全くフォローになってない。いや、むしろ余計失礼。つか、くるみ。ん？谷風くんの体調を心配するくらいなら早くケツどけたろ。そうだった。あとケツはやめろ。早く席に座って休んで。立ってたら疲れるから。今まで占領してたのはくるみだけどね。そういうツッコミやめ。事実だけに反論できない。いつもごめんね、谷風くん。いや、謝るくらいなら座んなだよね。わかる、ほんとごめん。でもなんか癖になっちゃってて。とりあえずさ、体調が変なら素直に休んだ方がいいと思うよ。保健室のベッドで寝るのもありじゃない？そうだね。私付き添うか？なんなら早退しちゃえば？私なら早退する。早退してラテ飲みに行く。サボりじゃねえか。でもそういうのもありだと思う。先生のところまで私がひとっ走りしてこようか。おっと、チャイムだ。勉強しますか。テスト近いし。はあ、赤点だけは回避しないと。とりあえず谷風くん、無理はしちゃダメだよ。どういたしまして。って何かしたわけでもないけどね。おい、谷風くん、お客さん。あまねちゃん、保健室で休んでるんです。いえ、体調が悪いみたいで、お昼休みからずっと。なんだビズか。なんか失礼な反応。もしかして機嫌悪い？別にそうじゃないけどな。どうかしたのか？いや、お腹空いちゃってさ。マナちょうだい。またかよ。なんでお前いつも俺から血を吸うんだ。配下を養うことも魔王の立派な仕事でしょ。吸血鬼がマナを補充するのは他者の血を返すことが一番効率がいいの。人族との争いに勝つためにも平坦は大事だから。吸血鬼部隊の補給に関してはちゃんと予定が組まれてあるだろうが。なのになんでいつも俺のところに来るんだよお前は。だって魔王の血が美味しいんだもん。マナも充実してるしね。それに魔王は文句を言いつつもなんだかんだで血を吸わせてくれるから、そうやって流されちゃうところ結構好きだよ。そんな風に言われても全く嬉しくないんだが。本心だって。それに他にも好きなところはあるしね。例えば？他？それは血を飲ませてくれたら教えてあげる。どうせ引き下がるつもりもないんだろ。好きにしろ。やったー！だから魔王好きー！いただきまーす。おい、吸いすぎだ。魔王なら平気だってこれくらいの量。俺はこの後も仕事があるんだ。マナを少し戻せ。全部とは言わないから。チェー、ケチ。お兄。あれ？ここ、うち？そっか、タクシーで戻って、それから記憶が。ねえ、お兄、私、ギャー！なんじゃい、この格好！お兄、どうしよう。幻覚が見える。本当に何なの？イリュージョン？それとも、ユーパイパーのドッキリ企画？だよね。でも、天使が、なんで我が家に？何しに来たの？僕には、天から下された使命がある。その使命を果たすためさ。世界の安寧を守る。そのために僕は、谷風陸、君に会いに来たんだ。魔王の生まれ変わりである、君にね。お兄が、魔王？の、生まれ変わりだ。おこがましい！いくら信長がフリー素材扱いされてるとしても、よくまあそんな大それたことを。すべての原因は、お兄のおもらしのせいだと。なんとかならない？お兄のおもらし癖。うん。わかった。戻った。はあ、よかった。あんな格好じゃ外を歩けない。ガチの露出狂っぽくなりそうで嫌だ。で、これからお兄はどうなるの？まさか、魔王の力が暴走する前にお兄を殺す。なんて言わないよね。なんて恐ろしいことを考えるんだ。指しもの僕もちょっぴり絶句。や、その他には特に不自由というほどのことはないと思うよ。うん、そうだよ。せいぜい子作りをしちゃダメということくらいかな。近いってば。落ち着いてくれ。別に一生というわけじゃない。魔王の力が暴走する恐れのある今だけの話だ。それに、君には今のところ特定の伴侶はいないはずだ。あれ？いないよね。であれば不自由になることはないんじゃ。いなきゃ不自由も何もないよね。だってお兄必死すぎる。まあお兄にしてみれば笑い事じゃないんだろうけどさ。それはそう。あれ、もしかしてお兄のが立たなくなったのってこれが原因なのでは？何？いきなり何の話？立たなく？何が立たなくなったの？君の？ん？いきなり日本神話なんか持ち出したってわかんないでしょ。まどろっこしい。しょうがないな。ちょっと耳貸して。ん？お兄は、昨日からあれが立たなくなったらしいわけ。だから立たないっていうのは？まず漢字の変換からずれてると思うんだけど、私たちが言ってるのは、規律の律ではなく、勃起のぼなの。ぼ？つまり男の人のがしてすることでしちゃうのがなわけで、だから立たないともうできなくなっちゃうわけ。それはとかって言われたり、とにかくがでってことで。はあ、何を言っているんだ君は。だって何が立たないって聞くから。それはそうなんだけども。ちなみに念のため言っておくけど、からかってるわけじゃないよ。お兄にとっては至って真面目な悩みだからね。それはそうかもしれないけど、でも勃起の現象について保健体育で習いそうなことをちょっとね。それだけピュアってことじゃない？なんせ天使だし。うっさい、黙れ。立たなくとは。そういう、そんなことあるんだ。人体の神秘。はっ、わはん。君の悩みについては理解した。でも、それと今回の件は関係ないんじゃないかな？多分。だって、勃起と子作りは何の関係もないよね？あるの？終わり？それは、うん。誠に申し訳ない。僕は天使だ。人間の営みとは縁がなくて。でも、僕は君を苦しめるために来たわけじゃない。君がそこまで苦しんでいるのなら、僕はそれを理解し、その苦しみを解消する必要があると思う。だから、谷風りく、子作りの何たるかを僕に教えてもらえないだろうか。それを妹に聞く？やっぱあれかな、実際に見せた方が早いかな。だって言葉で説明するより理解しやすいでしょ。百聞は一見にしかずって言うし。鬼、覚悟を決めよ。分かってるくせに、ここまで来たら私たちで見せてあげるのがいいよ、お兄ちゃん。性行為、セックスの描写がある漫画とか。鬼ってば、顔を赤くして何を想像しちゃったの？あんな見え見えの冗談に反応するとか素直すぎでしょ。鬼ちょろ。面白かった。でもちょっと心配かも。鬼クソちょろすぎて、このままだと悪い女に騙されるんじゃないかって妹は兄がとても心配です。さっきから考えてはいるんだけど、というかお兄は？お兄の方が資料になりそうなものを持ってるんじゃないの？抜き用だから刺激が強すぎるんじゃないかってこと？そんなはしたない漫画を持ってるのはお兄でしょうが。となると、よくわからないけど、僕はそういった娯楽物に触れたことがない。だから、読みやすい方がありがたい。例えば、こういう薄い本などが。あ、それは違う！同人誌だね。男向けだね。絵柄が好きだったから。別にいいでしょ？描いてる人が女の人なんだし、買うのが女でもよくない？私はそうでもないと思うけど、なんせ相手は天使だから。ほらおすすめしたわけじゃないからね。私は止めようとしたからね。それはでも勝手なことをして申し訳ない。冗談はさておいて、今度こそ子作りについての資料を読みたいんだけど。それも一応子作りについての資料だよ。いわば子作りの指南書みたいなものかな。な、嘘だ！だってこれ、こんなハレンチなこと。嘘だ、絶対に嘘だ。ちら、ああ、ダメだ、こんなエッチなちら。意外と興味はあるみたいだね。そういえば、あれ？全然苦しくないね。もしかしたら前世返りの影響だったのかも？タイミング的に。とりあえず今は全然平気。むしろ元気すぎてお腹すいたかも。これが指南書だって？なんたること。人体の神秘。こんなみだらなのは天罰が下るからダメなんだぞ。にしてもあれだね、純真な天使が顔を真っ赤にしながらエロ本を読みふけるのってちょっといいよね。真っ白な雪に足跡をつけるみたいな感じがしてドキドキする。お兄には言われたくないです。は